はい。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は3週、電験三種令和2年度の理論科目、問い Q のこちらの交流問交流回路の問題について取り上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい。こちらですね。はい。えー、と、まあ、簡単にですね、問題の方ですね、の条件について見ていきますと、 まあこういう回路がですね、A と B 出てくるんですね。RLC の直列回路と、下は並列回路。これが回路 B ですね。上が回路 A と。はい。がありますよ、と。で、RLC のそれぞれえまあ電圧ベクトルえがまあ VR、VL、VC とか。あ,あるいはですね、下側の並列の方だとえ IR、えー、IL、IC というふうに電流が与えられているんですね。 で、この時の、えー、まあ、ベクトル図ですね。これを、あの、これの、えー、正しいもの、えー、すいません。はい。これの正しい、あの、組み合わせを求めてくださいね、というような、えー、問題でございます。はい。えー、まあ、電流が、あの、まあ、遅れる、進むとか、あの、そういった、えー、まあ、ところとか、えー、が、まあ、論点になってくるものかなと思います。 ここで一つあの重要な、えーまあ、ところが、まあ、これですね。オメガ2乗 LC イコール1っていうのが、まあ、条件として与えられております。はい、えー。条件の説明は以上ですね。はい。これで一回あの、えー、解いてみていただければと思います。はい。ま、あの、えーまあ、回路 A の方はですね、えーまあ、電源電圧 V と、まあ、VL、VR、VC の関係性ですね。回路 B については、電源電圧 V と、 それぞれの電流ですね。IR, IL, IC。これのベクトル図を書いてくださいねというような問題でございます。それでは早速、問題の方、解説していきますので、自分で解いてみるという方は動画の方を一時停止していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、回路 A の方から見ていきましょう。 回路 A の方は、ま、直列ですので、ま、電流っていうのは、あの、ま、共通なんですね。はい。ま、電流、ま、I とかにしておきましょうか。はい。これは一緒ですよ、と。で、ま、この電流に対、ま、電流があってですね。ま、電流を基準として見てあげたら、ま、いいと思います。はい。えと、で、ここでですね、え、ま、一つ、非常に重要なのが、このオメガ2乗 LC イコール1の、え、ま、処理ですね。 これは、あの、まあ、パッと見に、あの、どういうことが言いたいのか、まあ、よくわかんないと思うんですけれども、えー、まあ、これですね、オメガ2乗、あ、オメガ C でですね、両辺割ってあげると、こういう風うに変形することができます。これ、つまりですね、L におけるリアクタンスと C におけるリアクタンス、まあ、すなわち、まあ、L と C のインピーダンスですね、それぞれそれが一緒ですよ、ということが、えー、まあ、条件として見えてきます。 ここですね、ここしっかりと、えー、押さえておいていただければですね、まあ、そしたらですね、この RLC 直列回路の力率が1になることがわ、えー、かると思います。はい、まあ。インピーダンスのベクトル図を書いてみるとですね、まあ、R、A、が右向きで、で、えーまあ、XL ですね。XL と XC があるんですけれども、XL と XC が同じ大きさな であるならば、えーまあ、残ってくるの r だけなので、えーまあ、当然あの、えー、力率、まあ、変革は0度、力率は1である。ということになります。はい。まあ、なので、えー、この電源の電圧 v っていうのと、まあ、ここで流れている電流 i っていうのは同層になるんだなと。まあ、なので、えー、ベクトル図で書くと、まあ、v があの、まあ、右向きであの選択肢は全部揃っているんですけれども、じゃあ電流も、えーまあ、この同じ向きである。 ということですね。はい。では、そこまで見えてくるとですね、えっ、ー、と、まあ、例えば VR から言いますと、まあ、VR は当然、えーまあ右向きですよね。まあ、ちょっとここに書くと、まあ、こうですね。VR は当然右向きだよと。じゃあ、次、コイルですね。L はというと、まあ、電流が電圧に対して、えぇ、ー、まあ、90度送りますよね。電流が電圧に対して90度送れる。 で、電流っていうのは、えー、まあ、あの、ま、右、えー、なわけですので、えーまあ、ここであの、確認した通りですよね。ま、右なので、じゃあ、あの、電流が電圧に対して90度遅れるためには、電圧っていうのは真上じゃないとダメっていうことになるんですね。はい。じゃあ、VC はっていうと、えー、その逆ですね。電流ま、右の、えー、じゃあ、あの、電流が電圧よりも90度進む必要があるので、じゃ真下だな、ということが、わ、えー、かりますと。 さらにですね、あの、XL と XC っていうのが、えー、一緒ですので、VL と VC っていうのも一緒なんですね。えー、例えば VL っていうのは XLI、XLI で表されますし、VC の大きさも XCI で表されますので、まあ、VL と VC が一緒だよと、大きさ一緒だよと。まあ、ここまで分かれば、えーまあ、選択肢が絞れると思います。見てみましょう。まあ、例えば、カコシっていうのは合致しますよね。 VL が上で VC が下。VR は当然 V と同僧。はい。2番も合致しますねで。3番とかはダメですよね。VC が上向いてます。4番もダメです。VC が上向いてます。5番も VC が上に向いてます。というところで、えーまあ、回路 A の整理は終わりです。次ですね。回路 B 見ていきましょう。まあ、こっちの方がちょっと簡単じゃないかなというふうにも思いますけれども。はい。 まあ、電流の関係ですね。で、まあ、電流、まあ、たですね、まあ、電源電圧 V っていうのを、基準として、まあ、右ですね、の、ベクトルの向きだとすると、IR っていうのは、当然同う,うですので、え、まあ、右ですね、IR と。じゃあ次、IL ってどうなるかって言いますと、まあ、コイルですので、電流は電圧に対して90度送りますよね。 まなので、90度遅れた向き。これが IL ですね。IC はその逆ですよね。90度隅ですと。はい。まあ、なので、まあ、IC が上向いてて、IL が下向いてる。そういうようなものを探していけばいいということになりますので、そうすると、カッ1っていうのは IL が上向いてしまっているのはダメですね。はい。カッ2が正解であるということがわかりました。 えーまあ、今回ですね、あの、ま、90度遅れとか進みとか、えー、ちょっとあのー、頭がこんがらがるような、え、場面もあったかもしれないんですけれども、まあ、落ち着いてですね、やっていただければ、えー、まあ、簡単に解けると思います。まあ、あと最初の、この、オメガ LC2 乗、あの、メガ2乗 LC イコール1の処理はですね、ちょっとあの、難しかった、えー、あの、思いつかないという方も、ま、いらっしゃったかもしれないですね。はい。まあ、結局は、XC と XL が一緒になるよ、というようなことが言いたかったんですね。 この辺、あの、共振の時とかも、えもう同じような、あの、関係式出てきますので、その辺の学習しておられる方だったら、まあ、慣れていて、あの、すぐに分かったんじゃないかなというふうにも思います。はい。えそれではですね、え今回の説明については、え以上でございますね。はい。えでも、あの、このチャンネルでは引き続きですね、え今回、え問いイが終わりましたので、問いジ以降もやっていきたいと思いますので、引き続き見ていただければ、ありがたく思います。 まあ一部ですね、あの、難しい問題とか、ちょっと裏技みたいなところを紹介している動画については、あの、一部あの、有料メンバーの方限定しているものもあったりするので、よろしければ、あの、メンバーの加入も、あの、ご検討いただければ、ありがたいと思います。はい。え、まあ、動画の、概要、あの、動画のページに、えっと、まあ、メンバーに加入するみたいなボタンがあると思いますので、よろしければご検討ください。それでは、今回もありがとうございました。失礼いたします。